しも、もしもしもし。みなさんこんにちは、ひめひめチャンネルです。今回はですね、しほりみチャンネルです。しほりみちゃんとりみちゃんもいますとコラボでモッシュに、原宿モッシュに来たので、新作が大量に出ているそうなので行ってみたいと思います。では行ってみます。じゃあ中へ行ってみたいと思います。かわいい、カゴとのカゴ、カゴとのカゴ。コアラ欲しくない？どれがいいと思う？ほら、ピンク。ちっちゃめ色のコアラ。持ってる。持ってるんだ。誕生日にもらった。いいな。ステッチを入れてくれ。8,900円でこれがついてくるの。これを買うと。すごいいいよね。クイズ専門店だよ。バナナも持ってない。あ、バナナ持ってない。バナナ買っていいかな？バナナも買ってもいいかな？マンゴーだって。マンゴー？マンゴー。本当だ。え、マンゴーいいね。いいね。でしょ。これ、ナッツベリーの香りです。ピンクでいいな。それでこれにしたいと思います。では、入っていきます。はい、買ってきました。次の動画で紹介します。購入品を紹介していきたいと思います。2つ購入してきました。でですね、またかわいい袋なんです。超かわいいの。この中のスクイーズ3つを持っています。まず1つ目がすんごい欲しかったやつ、2つゲットできました。まず1つ目がじゃん、こちら。ちょっと逆さまになった。コアラちゃんです。これは一見ブルームじゃないと思うじゃないですか。ブルームなんですよ。で、見たことのないパッケージなんですよ、ブルームさんにしてはね。なので開けていきたいと思います。開かない。あ、ごめんごめん。匂いを嗅いでみます。ストロベリー、ミント、キャラメルがありました。超いい匂い、やっばくない？うん、テカテカでですね、これがこんな感じで、ここにねコアラちゃんがいるんですよ。かわいくないですか？なんかかくれんぼしてる感じです。じゃあ触っていきます。あ、耳のとこまで超低反発で、
しかもペタってしてるの。いくよ。これひまが一番好きな触り心地でペタペタしてて気持ちいい。あ、これね、ブルームの中でも結構上位です。上位。うん。しかも今度全部ブルーム紹介したいですね。で、これですよ。これ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 、ブルームって書いてあります。パパ触ってみ。これツルツルして、そうペタペタしてる。そう、それすっごいきめ細やくて、噛んだ噛んだ、柔らかい。感想はきめ細かくて柔らかいということです。ペタペタ、ね、ペタペタしてるそうです。インタビューありがとうございます。少し聞いててくださいね。言葉一です。皆さん、これ超気持ちいいです。しかも柔らかくていい音です。はい、こんな感じです。オートフェチ大好きです。次のものに入ります。次はすんごい欲しかったです。じゃん、来てしまった。で、開けてみます。テンションが上げ上げです。やばい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 、行きますよ。3、2、1、ゴーゴーゴー。触っていきます。はい、来ました。超柔らかい。これね、ブールズカンパーニ。ちょっと待って、匂いからしてブールズカンパーニ。あ、ほんとだ、匂いはブールズカンパーニ。触り心地はブールズカンパーニよりは少しツルツルしてるね。そうそうそう、サラサラっていうか、サラサラしてるね。後ろとかもめっちゃパンみたいな。これ一番好きかも。牛乳ひたしパンより好き。これすごいおすすめだね。なんかこれね、シワが寄る感じ。本当のパンみたいな。寝たい、これで。おやすみ。おやすみ。はい、寝ちゃダメです。これで眠気をシャキッとしましょう。はい、こんな感じで超柔らかくて気持ちいい。これすっごいおすすめです。今日のおすすめ度は、これは98.9% です。それでこっちが 1億%、 おすすめです。これはすっごいおすすめです。でもこれもペタペタしてておすすめです。どっちもおすすめなので、皆さんもぜひ買ってみてください。はい、というわけで今回はこちらで以上です。原宿ブッシュさんには新作が会場に出ているので、ぜひ皆さんも来てみてください。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram フォローもよろしくお願いします。こちらの動画も見てね。クリックしてね。はい、バイバーイ。また見てね。おー。